はい、皆さん、こんにちは。ともりです。でけいせん、今回戦は、なんで、この、古代の席、尺ステージまであるやつが、アップできてる人と、アップできてない人が、いるかをお伝えしたいと思います。あ、これ、すみません。確実なんではないんで、あくまで僕の考察です。僕が、ちょっとこうなんじゃないかなっていうことを、ただ、ベラベラ喋る動画なんで、そういうのは信じないよって方は、帰っていってください。で、なんでこのような動画を上げたかっていうと、僕ももう待ちきれないからです。結論言うと、待ちきれないんで、このような動画を見ました。で、僕の考察も結論から言いますと、これは不具合なんじゃないかなって思ってます。結構アーチャーデスのこのゲームって、不具合とか起きて、こう、ジェムとか配られるんですよ。で、なんで不具合かっていうのもちゃんと理由が説明できまして、これちょっと弟と違う弾使ってるんですけど、僕弟と同じ弾も持ってるんですけど、弟の弾は、あとアップできて、なんかわかんないけど、僕の弾は来てないんですよ。で、しかもそれ同じ弾どっちも持ってんで、そっちでアップで見ても、一切僕の方では来てないです。なんで同じ弾で普通アップでって来るじゃないですか、どっちも。なのに弟だけの方に来るっていうのは、つまりこれ不具合なんですよ。むしろ不具合じゃなかったこれは何なんでしょうか。僕もよくわかんないです。これはなんでおそらく不具合です。これ不具合じゃないのかな。だって弟の方来て俺の方来ないっていうの多分ないっすよね、基本的に。みんな、これってどう思いますか。僕的にはちょっと、悲しかったんですよね。金曜日でクローズしちゃってしまった。なんでかっていうと、先週、シルバーのピースがあったんですよ。で、その時に限ってクローズされたのすごく困るんですよ。僕いつもシルバーの使ってるんで。なんで、すんごい残念でした。なんで今70ステージに減ったらしいんですけど、早く来てほしいです。もう待ちきれないです、僕は。早く来いよー。相手な、僕がただ、なんで来ないんだか、っていう理由をベラベラただ喋る動画です。よかったらチャンネル登録、高評価、お願いします。というわけで、じゃあな。